君、うまそうに食べるね。こんなに楽しい酒は久々だぜ。エンジン全開です。すごく楽しそうね。マリサさん、うだつが上がらないおじさんのタイプなんですね。各位ユーモアぶり、キレイらを最高と言ってたような。酔っ払った、ほうきに乗って帰られないよ。あからさますぎて寝てられない。魔法の森を歩いて帰るのは怖い。誰か送ってくれないかな。マリサさん、飲みすぎです。相手の方が引いていますよ。マジか。ここは可愛い食べ物であびりましょう。助かる。可愛い可愛い。レーム、ニンニクの芽炒めをくれよ。おじさん丸出しです。はい、かしこまり。本日はこちらの豚バラ肉を使います。細切りにしたら下味をつけます。お醤油、みりん、紹興酒、片栗粉を加えて混ぜ合わせたら、サラダ油でお肉をコーティングします。フライパンに油を引いたら、下味をつけたお肉を炒めて、火が通ったお肉はお皿に移します。こちらがニンニクの芽です。裏面には素敵なレシピもついているよ。先ほどのフライパンは洗わずに、3センチほどに切ったニンニクの芽を炒めます。こちらも火が通ったらお皿に移します。合わせ調味料を作ります。オイスターソース、お醤油、紹興酒、お砂糖、みりんを入れて軽く混ぜます。ニンニクとネギと生姜をみじん切りにして、弱火のフライパンに入れて香りを出します。お肉とニンニクの芽を戻し、軽く炒めたら合わせ調味料を加えてさっと絡めます。黒胡椒をフリフリして、仕上げにごま油で香りをつけることができたら完成。特製ニンニクの芽炒めだよ。一緒に食べてくれるかな。ゆっくりしていってね。命短し恋せい乙女、その金色の髪が色褪せる前にマリサと一緒に召し上がれ。いただきますなんだぜ。あーん、ハムハム。おいしい。ニンニクの芽はシャキシャキとした歯ごたえが良くて、野菜の甘みがじわりと出てくる。オイスターソースと生姜の組み合わせはご飯との相性も抜群で、ニンニク大好きマリサちゃんも大満足なのぜ。マリサ、起きて。私ってそんなに可愛い？閉店なの。そこで寝たら風邪ひいちゃうよ。レーム、ずいぶん楽しそうだったわね。あれ？一緒に飲んでたやつは？最終バスが出る前に帰ったよ。声？はい。やられた。今度会ったらマスタースパークを食らわせてやる。いいのかな。彼、飲みすぎたマリサを心配していて、お代もマリサの分まで払ってくれたよ。ただ飯ゲットだぜ。強がりね。いつかこの借りは返さなきゃだな。じゃーん。えへへ。こちらのアクリルスタンドはダイソーで見つけちゃいました。かわいいよね。自分のこと大好きなんだ。今日も一緒にご飯を食べられて幸せでした。明日もあなたを待ってるね。バイバイ。にゃー。